Clip Wednesday. Watanabe Flower. Watanabe Yohojo.人の服は蜜の味、うい、ペロペロ舐めます。はい、いえ、おいしいよ。寂しいリスナーに寄り添ってペロペロするコーナーです。寄り添うよというコーナーです。最後に僕たちの心を一番揺さぶった方は本日の蜂蜜農家に選定しますと、皆さんにはちょっとした不幸話を送っていただいてます。はい、ヘビーなものもあります、うん、はいはい。たまにはね、たまにはね、重めとかね、書いてる時ありますから。重め蜂蜜の甘さ書いてる感じで。もしこの番組、うん、もしですよ、クレームとか来たら、うん、ここに入れてもらっていいですか。僕らの不幸話として消化する。なるほど、わかりました。ラジオネームたけるショータイムさん、はい、ありがとうございます。神戸市からですね、うん、はい。寂しいエピソードがあります。あれ、うん、月曜日に帰宅が遅くなり、はい、嫁に今日ズーム飲み会をやるから、うん、隣の部屋の娘うるさくするけど大丈夫かなと、うんうん、家でね、はいはい、隣の部屋の娘うるさかったら嫌かなと、はいはい、大丈夫かなと奥さんに聞いてって、うん、え、マオかっこ仮の名前、うん、娘マオは先週彼氏と同棲するために引っ越したのでもう家おらんでってさらっと衝撃的な告白をされました。その日のズーム飲み会はタケルの娘は何も告げずに家を出てた記念日ですねって盛り上がりました。もっとお子さんちっちゃいので勝手に想像してたけど、うん、そういうなんか中学受験とか高校受験とかなんかなと思ったら、うん、もうそんなお年頃ですか。娘お父さんにおらんかったよ、何も言わんと出てった。まあなんか言ってやっぱ大変やもんね。出ていくときは何も言わんに限るよね。いやもうこれこんなん1枚目に来たらこれ蜂蜜農家やろ明らかに。これすごい、これすごい、ね、重めでしたね、これは。気づいたらおらんのやろ。その飲みズーム飲み会どう盛り上がんねんと思ったけど、あ、すごい、挨拶なしで同棲してどうなるんでしょうね。その後もし結婚とかなってきたら、あん時挨拶なかったよなってずっと思うよね。私あん時挨拶なかった熊谷です。うん、帰りなさい。帰りなさい、あなたは。まあ、でもさすがに一回はしとかなあかんかなと思って。今来た。帰りなさいもう君たちは。嫌やで、ほんまに。いやな。いやわ。初手大事やで。岡部ちゃん、あっとはちみつ農家。はい、ありがとうございます。先週末、小学生の姪っ子が一人で我が家に泊まりに来ていました。うん、姪っ子が生まれて初めてのお泊まりということもあり、楽しんでもらおうと。うん、お昼はピザを焼き、うん、夜はたこ焼きパーティーをして、うん、私なりにおもてなしをして頑張りました。めちゃええやん。こんなもんばっかりな、これ。まあまあでもね、いいでしょう。超元気でおしゃべりな姪っ子に、私も娘も相手するのにヘトヘトでした。なるね。翌日、楽しかった、また来るねと元気に帰っていった姪っ子、はい、一緒に姪っ子を送り届けた娘が帰り道、姪っ子ちゃん、ママのこと怖いってビビってたでと言われショック。あんなに頑張ってお世話したのに、なんでなんと娘に聞くと、うん、心の声が完全に顔に出てしまっていたようです。出まくってたんや、しんどって、はあ大変やわ。はあもう大変やわ。出てたんや、うん、私には子供のお世話が向いていないと悲しくなりました。あ、またフラの皆さん、子供さんの相手がお上手ですが、子供と接する時に何か心がけていることはありますか。へえ、そんな上手なつもりもないですけどね。うん、で素直にもう疲れた時に、うん、ごめん疲れたわって言いますしね。あ、そうなんや。そうそう、上手ですね。うん、クマちゃんはやっぱ上手やなと思いますけどね。うん、同じ目線に降りるのが上手かなと思う、子供と。ああ、よく言えば同じ目線に降りることができる、うんうん、悪く言えば5秒で舐められるですね。ああ、なるほど、はい、でもちゃんと真剣勝負しますもんね、子供さんと一緒にね、うん、あ、子供に手抜かないというのは、そう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 、それはいいなと思ってます、うん、はい、オセロとかでもボコボコにしますからね。全部黒にしますからね、僕はもう。圧倒的にルール覚えたてのやつでもボコボコしますからね、うん、おじちゃんと遊ぶのつまらないってなるぐらいやります。勝負とはそういうものって、そうそう、教えるっていうのは大事ですね。そうそう、小学校上がるぐらいか、小学校上がったぐらいで、うん、そのセブ島に住んでる息子がね、うん、自転車をこう買って、うん、自転車乗れるようになったって言って、まあ、歩くより速いと、うんうん、なんなら走るより速いみたいなところ手に入れたわけですよ、はいはい、スピードを手に入れたわけ、うん、で僕がね向こうに遊びに行った時に、うん、パパ勝負しようって言って、うん、でパパは走ると、はいはい、で春田は僕は自転車で行きます、はい、手に入れたから、ね、このマッハ自転車、うん、そうそう行きますって言って、でいいねんな、手抜かへんねんって言って、
で行って折り返して帰ってくるっていうのにしたんですよ、うん、はいはいはい、折り返すんチャリむずいね、そう分かっとったわけですよ、いや、まあ、確かにね直線では負けても折り返しむずいぞと思って、はい、案の定折り返してボコボコに勝って全力で死ぬほど多かったんですよ、うん、おいーはい勝ちって言ってやったら息子が自転車バーンってやってこの道路が狭いから行けないんだ広ければね、広ければそんな折り返しも苦じゃなかったけどもうちょっと長い距離にし次から勝負はね、まあ一つ一つ成長やね、まあかんでそれは、はい、もう一丁二丁行こうか、おい行こう行こう、ラジオネームもっちに、はい、ありがとうございます、時々思い出すのですが、うん、うちの家もうちの父も、うん、家を出て行ったままです何したいその書き出し何今年35周年です出て行ってアニバーサリーすなよなんか祝うなって周年って言うなよ、出て行ったこと祝うなよおめでとうって言っていいか分からんもん、分からへん、うん、知らんからね、うん、知らんもん、うちの父もってやめて、うん、分からん僕も入れたやろ今うちの家庭環境の前振りあってやだよ、熊谷さんの家庭は今何周年目ですか、やめろやめろ出て行って何周年ですか、やめろやめろ、8周年とかですか、やめなさい、うちは8周年ですね8周年丸小学校丸と言ったりしてますもんね、おかんに関してはもう30何周年ですか、そうですね35じゃないですか、だから35周年10歳ぐらいの頃でしょ、10歳11歳ぐらいでしょ、おかん出て行ったの、うん、そうですね32、3周年、あらららら、周年にすなわし入れるな、メールの中に少ない少ない言葉で僕入れるな、お母さんに電話して周年やでって言わんとね、やかましいラスト、はい、でも夏やったな、ええわええわ、ラスト、はい、横浜の勝つ出た、おありがとうございます、勝つや、東京駅構内で味噌カツ弁当をで購入し、何何何何何おでめっちゃでっかいキャラおでユーワンピースとかだからおやピースとかにも出てきたよな、おでね、自分のことおでって言ったおでって言いますね、東京駅構内で味噌カツ弁当をで購入し新幹線に乗り込み、車内のテーブルを出し食べる準備、はいはい、弁当の蓋を開け、はいはい、蓋を弁当の下に敷いて食べ始める、うん、やるなやるな、ね、食べてる途中に列車が傾き、衝撃で蓋の上の弁当が滑り出し、うんうん、弁当内の味噌かつ数切れがなだれ落ち、うん、散乱大変よとともに滑り出した弁当を支えた時に味噌カツのソースが大量に手につく、うん、自分の手と床が汚れたの、味噌カツのソースを清掃する間抜けな状態、ワイの味噌カツ、うう終わり終わり、うううでそのカツってそれ毎回なったのなんなん、そのカツってアルファベットでカツっていうのがラジオネームなんですけど、カツさんの書き方ね、味噌カツのカツが毎回全部アルファベットでした、あやっぱそうなんや、はい、なんでそんなことしたの違う違う話そこじゃなくて弁当なんで表記をカツにしたとかじゃないのよ、味噌カツ弁当をで購入し、うん、おでもええわ、もう呼び方なんでもええわ、おでもいいしこれなんか後半でこっそりオラみたいなことも言ってたやろ、呼び方は統一せ、おでなのかオラなのかカツなのかワイのワイかいワイかよ、はい、はい、もう面白かったです、じゃあそんな今日は、はい、今日の蜂蜜農家、今日はもちろんタケルショータイムですねタケルショータイム、本日の気がつけば娘は同棲してていなくなってたと、親に言わんってよっぽどっすよね、でもね、また35周年だったら教えてくださいね、まあ、出て行った出て行って35周年です、まあ、帰ってこないってことはいいことやと思いましょうそうやな、そう、うまくいってる証拠、うちの娘も家を出て行ったままですもうって言うのさん持ってやめて、それで徒党組まないで、ぜひまた皆さん不幸話を送ってください、メールアドレスは wf@jocr.jp、 X ではハッシュタグスイクリをつけてポストしてください。